山田義雄は、地方競馬、名古屋競馬場、川西武氏旧社所属の機種である。地方競馬共用センター機種家庭第76期生。2002年9月29日付で、地方競馬機種免許を取得。当初は、増田競馬場で、デビュー予定も、同年8月に、増田競馬が廃止されたため、福山競馬場でデビューすることとなった。 同年10月13日第11回福山競馬1日目、第2競争アラブ系2歳一般戦に、山ーゴールドで、初起乗。同年11月17日第13回福山、競馬2日目第2競争アラブ系、c に一般戦を、ベアウッズで優勝し、初勝利。2010年1月2日、第15回福山競馬1日目第6、競争アラブ系、 C11 組条件戦を、オブリジューンで優勝し、1599戦目で、地方競馬通算100勝を達成。2013年3月24日をもって、福山競馬が廃止されたため、4月1日から、名古屋競馬場、今塚津幸厩舎に移籍した。2016年1月3日、名古屋記念を、ドナルトソンで優勝し、重賞初制覇を飾った。 2019年1月1日より、川西武志旧社に所属変更。地方通算成績は7269,750勝2着797回3着838回、勝率10.3%、連帯率21.3%。ありがとうございます。